年10月の「SONGS OF TOKYO」の放送で世界中がバズったベビーメタル。メタルと可愛いが融合した唯一無二のパフォーマンスに世界が驚愕。2019年には全米ロックアルバムチャートで1位を獲得しました。今日は海外ライブでも話題となった BMC をテレビ初披露します。いやもうほんまやで、もうね、世界で大活躍されているベビーメタルのお二人ですが、さあスメタルさん、まずこう世界でブレイクした、まあ、実感とかこう理由っていうのはどういったあたりにございますか？そうですね、私たちはオンリーワンだからなのかなっていうふうに思っていて、ちっちゃい女の子がフリフリな衣装を着てダンスを踊っていて、しかも日本語で歌を歌っているっていう、それまでメタルを聴いてきた人たちにとっては初めましてがたくさんというか、本当になんじゃこりゃっていう感じだったと思うんですね。私自身もベビーメタルの曲を初めて聴いた時になんじゃこりゃって思ったんです。それはなんかそうなんだ、ご自身もね、はい。で最初は批判的な意見も、まあ、多くあったんですけど、でもだんだんそれを面白いっていう風に思ってくださる方が増えていったんじゃないかなって思ってます。すごい本当にね、唯一無二だなと思うのが、メタルなのにダンスも可愛いっていう、私は可愛いが正義だと思ってるので、そう言って可愛いっていただけることがすごく嬉しいんですけど、可愛いだけじゃなくてかっこいいもあって、ダンスの要素の中には例えばヒップホップとか、ジャズとか、あとバレエとか、いろんな要素を取り入れて、激しい踊りでもどうやったら美しく見せられるかっていうのを常に考えて踊っています。
で海外であこれ私たちちょっとビッグになってるかもしれないって感じたステージとか、うん、瞬間とか思い出ってありますか、うん、そうですねあの6年前に初めて海外のメタルフェスに出演させていただいたのがイギリスのソニスフィアというフェスで、うん、6万人の方が見てくださっていたんですね、うん、でもそのほとんどの人がベビーメタルを知らないというかもう本当に私たちが出てきた瞬間ちょっと怖い顔で、うん、あちょっと威圧感があったんだやっぱ6万人の、はいうん、でもなんか曲が進んでいくにつれて皆さんすごく反応が素直で面白いと思ったらだんだん体が乗ってくるんですよ、うんうんうん、でそれがステージ上から本当になんか波が前から後ろにバーって広がっていく感じで伝達していく様子が分かったんだ、はい、なんか音楽が国境を越えた瞬間というか、うん、あ言葉じゃなくて音楽でちゃんと通じ合えたんだっていうのが分かってもうなんか心ともう体中が震え上がりましたその瞬間は、うん、本当に宝物ですよねその景色ってね、うんさあそして海外のインターナショナルファンの皆様に今だからこう伝えたい言葉気持ちはありますか今はとにかく不安とかストレスを抱えていることが多い日々だとは思うんですけどメタルを聞いて叫んで思いっきり吐き出して少しでも元気になってもらえたら嬉しいです、うん、メタルにはそういった音楽の力があると思っているので私たちベビーメタルの音楽を聞いて少しでも前を向いてくださいWe appreciate everyone for supporting Baby Metal. We are very excited for our 10th year. And please check out our best album and online events coming up soon. Baby Metal のお二人、本当にありがとうございました。ありがとうございました。